今を生きています。まあ確かにね、師走といっても、はい、あの海の風景も穏やかだよね。そうですね、うん、なんだかこうバスで行く旅が似合うようなのんびりした土地っていうのは、う、ね、きっとあの気温が暖かいからなんでしょうね。そうでしょうね。襟立ててって感じじゃなかったですもんね。そうそう、だけどやっぱりその土地独特の正月準備風景があって、はいはい、まあ今日の旅見てると、いかにも食材の豊富な場所というね。その場所に行かないとやっぱりあれじゃない、あの秋ナスの初夢漬けですとか ね、美味しそうでしたし、青のりも美味しそうだったし、はい、大浦ごぼうもそれからウツボもそうですよね。あ、そう、あ、乗ってましたね。まあ、こういうところはあのやっぱ内房などはもう開発が進んでますけれども、はいはい、やっぱり外房になってくるとその開発の波もそんなにまだ押し寄せてませんから、うん、実にのどかな生活が残っていて、やっぱり海岸線が見えるってことは非常にのんびりと落ち着いた気持ちになりますね。農業、漁業で生きる人たちのね、本当におおらかな暮らしが見えました。まあ、こういう季節に訪ねてみるのもなかなかおつじゃないでしょうか。